はいどうも、マナマンです。オンラインチャレンジカップやっていこうと思います。ウェファチャンピオンズリーグ仕様ですね。今週のガチャ結構やばいですね。スペシャルエージェント、いや、ウェファチャンピオンズリーグスターズウィーク1ってことで、ウィーク1、まあどっちもいいか。黒の確率が 58% ぐらいありましたね。こんばんは。本日の試合はオンラインチャレンジカップは勝つとあれなんです、ね、5000 GP っていうことで少ない、少ないんですよ。はい、こんばんは。なんかチャンピオンズリーグ仕様やからめっちゃでもかっこいいね。前半時計もそうやから、いやなんか雰囲気が変わりますね、いつもと。しかし勝たないと意味がない。まずいロッペンリベリーっていうね、相手も前線がやばい。レート800台ですけど、確か間違えた間違えたわ。ウワスチコフスキ、ここは読んでいました。アマージョ、いやー通らんか。シェリー、お願いします。いやー通らん。デリカメロ、442かな、相手のフォーメーションは確か。このボールは繋がりませんってことなんで、ゲッツェ、ここで取られたらまずいね。ロッベンゲ、そっち後ろに返してくれてよかったね。チェゼン、早い段階からボールを支配しています。早い段階でパスを、やばい、さあフリーだ、危ねえ危ねえ、耐えた。マルセイユとしては出し手と受け手のタイミングが、ね、リベリーが打つやから、リベリーが打つ、これを繰り返していけばいいと思いますね。へい、よいしょ、やばいか、メンツがやばい。今回のガチャで自分もメンツを揃えたい。今回あるから危ない、よく体当てた。よし、スピードで勝つ。前半までシュートまで行けていない、負ける負けちゃう、難しいな、難しいね。ゲッツェ、カットです。守備がうまい。デリペンメロ、イベリーどうする、オフサイドはない。このパスはキーパーへ、デウロペウ一発で大きく立て、いや、デウロペウからのスルーパスは通りませんでした。なかなかいい形が作れないですね。うわー、ノイヤーなんだな、これ。キーパーがノイヤーなんだな。チェゼーナとしてはペースうまく使ってチャンス作り出しましたね。前半のうちに1点取っとかな、まずいんだよね、多分。相手のメンツからしてもう1点が勝負やな。もう一つ前に行きたい。オッケー、裏のスペースに置きに行く、絶妙ですね。おいい、シュート打てんのか。ファール取られる、ここでファールを取られます。やばいな、ちょっと早く点を取りたいぜ。中ケアで、さあロッペン、いいな、危ね、これだけ奪えてるってことはミドルサードでほとんど仕事させてないですよね。マイボールかな、相手ボール、相手ボールか。なんか一瞬重かった、オッケー、もともだった。ワンツーで、なかなかいい形が作れないですね。来た、味方を走らせる、ノイヤーが出る、ノイヤーが出る、ノイヤーキックで空落ちてくる、強いんだよ。サルビンギリスからのパスは通りませんでした。危ね、通りましたよね、助かったロッペン。右足で耐えたけど、なんかこの緊張感があるぞ、チャンピオンズリーグみたいな感じで。
前半34分経過。でも1試合でいいからね今回。さあ両チームともこのままオンラインチャレンジカップにしてはちょっと報酬がね 5000GP っていう、ね、ちょっと物足りなくないっていうね。さあロッペ、オンラインチャレンジカップやったら本来ならガチャでいいじゃんみたいなありますけど。ラムジ長いボール裏へ落とす。いやー無理か、チケットくれよみたいなですけど、どうする今回は。裏を狙うキーパー取りチャレンジ、あめね、コミューチャレンジ、コミューチャレンジカップだったっけ。コンピューター戦の方は勝てば1回だけ前半の41分を回りました。チャンピオンズリーグのガチャができるみたいですね。いやこのボールをカットします。ファールないの、ファールないの。ウワスチコフスキ、いやリベリ流れを止めます。マスケラード相手はフォーメーションを変えてきた。ロスタイフダウン恐れたかどうか知らんけど、いやリベリ笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。シュート1本か。ラマミさん、ここまでについて何かございますか。こういった膠着状態は選手の入れ替えによって変わることがありますからね。これはちょっと厳しいぞ。こういったところも注目していきたいですね。はい、点数を取らないといけないんですけど、そしてそれを支えるサポーターの期待。とりあえずこの試合の後に5回ほどガチャをやろうかなと思ってます。両チームスコアレスで折り返します。後半見ていきましょう。あかんな、裏に味方を走らせる。デパイからのスルーパスをカットしました。しっかりパスを進めてますよね。いやー無理か、浮かせて裏を狙う。ちょっとフラスルのタイミングが違う。あらここでカットまずくないみたいな。あーなかなか前にボールが運べません。ラムジーこのパスを防ぎます。そこじゃないな。ロッペン、ウワスチコフスキ、ペドロ、ここで受ける。ここはいやー無理か。キーパーからのロングフィード。おやおや。ラムジー。強っ、速い、スルーパス、自分で行く。いやー取られた、ゴール無理か。ようやく均衡を破りますマルセイユ。クロリーパッキーターと勝負という場面でしたね。来た、この辺の1対1を冷静に決めてくるところが素晴らしいですね。いや無理か、無理かよ。さあマルセイユ先制1対0です。後半立ち上がりのゴールでしたね、まあ、ペドロお前じゃ無理だ、ね、あれここで取られんのまずくねえみたいな、まずくねえみたいな。危ねえ、マスケさすが、ここまでご覧になっていかがですか。呼んでたみたいな。ケゼーナとしては守備的なのは分かりますけど、もう少し前線に人数をかけたいですよね、今のままではなかなかシュートまでいけませんね。そうですね、マジか、1点遠い。とりあえず1点返して延長に持ち込むため頑張りますみたいな。デパイがこの試合得点を上げています。やばい、早い、危ねえ。後半21分というところ、1点勝負が辛いね。これオフサイドか、オフサイドですね。スーパーサブ次第かな。よいしょ、デウロフェウ、あらママドゥサコ、ややトゥエ、ボールはロッベン。ははマジで、いやーマジか、ヤヤトゥーレ、
タイミング的に。さあ、サルピンギディス。よし。ベースに置きに行く。さあ、フラッグは上がっていません。ファール、ファール。いやー、これはいい位置ちゃう。直接狙える位置ですが、どうでしょう。ちょっとねー。いやー、両チームの選手交代にしようか。本当になりそうですね。ルカク無双を入れるべきか迷うな。延長もあるからね。デウロヘン変えてしまったらキッカーがいない気がするんだけど、まあいっか。3人変えてスーパーサー、ちょっとこれを見てフリーキッカーを、フリーキッカーの調整をしようかな。ダリルキットも一緒みたいな感じだけど、まあこれで。直接狙った。うわー、最悪や最悪や、マジか、マジかよ。これで同点みたいな感じにしとけって話。いやー、マジで。ウィリアン、いやー、ペドロさんか。後半ももう3分の2が経過しています。あぶねー。なかなか思うようにいかないように見えます。ジェゼン、あと 1,2 回はチャンスがあると思いますからね、ええ、そこにかけてほしいですね。そうですね。いやー、なんで、なんで走り届かんの、なんで走っていかれんのみたいな。ここで受ける、味方を走らせる。これ打てるか。間違えたなんでシュート打たへんねん、なんでシュート打たんねん。6分、ここですね。ファールか。マーチョがこれはファールを取られましたどうしてあれファール、ファールっていうかシュート打たんかったね。36分経過。うわ、通る、それ浮かしてきそう。フリーになった。リベリーが打つ。リベリーが打つ。リベリーが打つ。だがしかし。入りませんでしたけど、この時間帯を考えればね。うん、多い、マジか。ある方が効果的ですからね。なるほど。うん。で、残り5分を切っています。いやー、マジで。してると思いますね。このパス超えるか。これはなかなか、あれ、マジか。ややトゥーレ、さあカウンタースピードを上げたいところ。マジで置きに行く。しかし取り出しのタイミング見事でした。危ね、ロスタイム3分。いいですね、今のディフェンスもね。通るんかい。ここで受ける。さあカウンターを仕掛けます。まだある。なんかもう時間がめちゃくちゃめちゃくちゃ長い気がするんだけど。ウィリアム変えた。ウィリアムスルーパス、コースが空いたか。いやー、懸命のクリア。うおい、マジか。ここで笛です。マジかよ。1対0。いや、チャンピオンズリーグ優勝できんかったぜ。いやー、欲しいな。試合を振り返っていかがでしょう。チェゼーナとしては攻めきれない状況が続いてたんでストレスが溜まってたと思うんですよね。シュート2本、今年のバランスが崩れてしまいましたよね。まあ負けちゃったんですけど、まあこのまんまやっていきましょう。まあ買ってもどうせ 5000GP だしね、まあ勝てますよみたいな感じで、多分いつか勝てるんで。よし、ではガチャやっていきますか。とりあえず、まあ、とりあえずトップエージェントであれなんです、イングランドリーグガチャも1回残ってたんで、これもやって、とりあえずこれを消化しつつやっちゃいましょう。
選手枠空いてるから。うわーちょっとクロ欲しかったし。 8.8% やったっけ、見てなかったけど 8% クロ欲しかった。ふーっとセンターバック、よし、ではいきますか。 58.2% ウィハーチャンピオンズリーグスターズウィーク1。確かこっちのガチャはあれなんですよね、チームオブザイヤーかな、2014に選ばれた11人も入ってるんで、まあバルセロナはこのウィーク2の方に入ってるはずなんですけど、まあこのガチャでも出てくるはずです。よし、では5回いきます。黒を何これ、もう黒しか見えないよこれ、黒しか出ないみたいな、もうどこ押しても黒みたいな、なんだこれ、すごいすごい、どこ押しても黒、あれあれまあ半分黒ですからね、半分。5回あれば3回か2回は出てくるでしょう。ベルナルト、おめっちゃ使えるじゃんこれ、スピードあるし、シャフタールの選手で、スタミナがちょっと見ものですけど。では2回目、左ウィングで使えそうな選手出てきてくれてよかった。こっち黒多いんで、この辺、この辺で押せば、おお黒黒、オッケーオッケー、5割は黒なんですか、5割以上。走ったー走ったー、これビダルじゃん、違うか、違うわ、ベラッティか、ベラッティか、ベラッティ前持ってなかった前のアカウントの時にも、いやーマジか、使えなかったよな使えなかったよ、身長低いしねボランチね、まあ、で言うてまだ黒は 58.1 出ますから、3回目、 58.1 黒ですから、お願いしますお願いします。この辺で早っ、でも黒3回12回黒やで。さあ、おっとアフロ誰、ウィリアン、チェルシーか、いいね。いやでも使いどころ悩むポジションだな、うちのチームの今の現状では。 ST がいないし、トップ下で使うしかないっていう現状かな、サイドで使えればいいけど。いやー3回12回 57.6、 ちょっと確率が減っちゃいましたけど、まだ黒の確率は2分の1ありますから、これすごいね、みんな今回これやりまくるんちゃうかな、いけいけ、いやー金か金か、4回中2回金、まあ確率通りやね。シェアシェアしましょう、シェアバーゼル、いやーいいねこれ、いやー 58% に上がりました。まあ6割金やから、6割黒やから、金じゃね、ラストかな今回。てか自分はこのチャンピオンズリーグスターズのウィーク1ウィーク2ありますけど、こっちのウィーク1をたくさんやった方がいいんではないかなと思ってるんですけどね。まあウィーク2の方はマンチェスターシティとかバルセロナありますけど、ウィーク1の方がパリ・サンジェルマン、チェルシー、バイエルン、レアルとありますから、ポルトもあるしね、こっちの方が多分、こっちを真剣にやるべきだと思う。さあさあ、よし黒来た、キーパーでノイヤー出てくれんか、ノイヤーキーパーで、おっとこれは誰ですか、シュールデだ、やったぜ、チェルシーやねこれ、あれ違うんか、やったぜ、でもオッケーオッケー、使える使える選手来た、シュールレって今どのチームいるんだろう、なんかあれですよね、移籍したんだよね
バイエルンからやったっけ、なんか注意書きで書いてたよね。今現時点っていうか、まあ何はともあれゲットできたんですけど、なんか補足っていうので書いてましたよね。まあいいや、ゲットできたし、オッケーオッケー。5回やった結果3回黒でしたね。戦勝況にするにはこのガチャ回しまくるのが一番ベストだよね。ウィリアンとシュールレと、あと誰が出たんだっけ、あ、ベラッティか。ベラッティね、使いどころ、身長が低いっていう点で使いどころが多分ないな。ベンチやな、ベンチ以外やな、ベンチ以外やね。いやー、こんな感じですね。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。